タナさんはよく、学生と走ったり、まあ、走りたいとかよくおっしゃってますし、うん、そこはなぜですか？まずね、そもそも、まあ、まずね、自分の練習になるし、はい、まあ、今もうなんだかんだ35だからもうだ35になるから、やっぱりね、中学生の子なんかと走ったら、まあ、下手したらね、子供だから、はい、ね、よく考えてみたら、まあ、でもそんなあの中学生高校生たちとやっぱこう走れるってやっぱすごく幸せだなと思ってるし、何よりもすごいあのエネルギーあるから、これから将来のこと考えてみても、あのひょっとしたらね、関わってる子たちがあのこの一つの出会うきっかけにして、なんかちょっとこうきっかけつかんでくれたりとか、あの喜びを感じてくれたりとかして、陸上競技好きで続けてくれたら嬉しいなとももちろん思ってるし、でも一番やっぱり思ってることは、僕が中高大と、まあ、非常に悩むことがすごく多かったんですよ、うん、その中高大って悩むことが多かったって今おっしゃってましたけど、具体的にどんなことに悩んでたんですか？中学の時は、はい、僕の学校は、まあ、いわゆる弱小校だったんですよ、はい、で先生も僕特に3年生の時はそうだったんだけど、先生がねやる気なかったんですよ僕が、まあ、あの中学3年生の時にどうしても特待生取って、あのスポーツ推薦取って、学費免除を取って高校に行きたかったんですね、まあ、これ一つの、まあ、その家庭的な条件、まあ、僕が決めた条件の中にあったんですけど、そうじゃなかったら公立高校に行かないといけなかったんですよ。僕が行きたかったのは私立の女性館高校だったから、お金がかかるから何とかしたい、行きたいなと思ってたんだけど、でもやっぱり練習環境はなかったんですよ。前の先輩、前の人にちゃんとセッチングリズム合わせていくかなって、なリズム溢れてるからしか意識してた、まあ、ひどい時には本当こう鉄棒で一生懸命こう筋トレしてる時に、まあ、囲まれて、殴り合いになったこともありますしで実際そんな状況下でやっぱ練習ができるわけもなくて、隣の学校に連絡してもう練習させてくださいって嘆願しに行ったこともあったんだけど、まあ、却下されちゃって、で結局誰も教えてくれる環境がないし、誰も支えてくれる環境はなくて、すごく困った時期がすごくあったし、で、まあ、実際その後チームの状況良くなって、あの走れるようにはなったけど、でももっとよくできたんじゃないかなとか、もっと早い段階であれが解決できたんじゃないかなとはちょっと思ったはいるかな。売り上げていきましょう。はい、頑張っていきましょう。はい。で高校の時なんかはやっぱり先生も確かに一生懸命なさったし、僕も全国高校野球に出れたからすごく良かったんだけど、とにかく怪我が多くて、ガラスのジョニーとかいうあだ名がついてガラスのジョニーっていうあだ名がついてるぐらいもう怪我ばっかりしてて、春先間違いなく怪我をしてて、3年生の時に出た県の、初めて県総代に出させてもらったんだけど、まあ、結局結果は15分40秒ぐらいだったかな、で走って、まあ、全然箸にも棒にもかかんなくて、中国大会にも行くことはできなかったし、まあ、とにかく怪我が多くて、でそれを解決するために一生懸命頭で考えてできることを一生懸命実践したつもりだったし、まあ、栄養面でも含めてすごくあの意識して、でもよく考えたらああいう答えももっとこう専門性を持ってる人とか、あのその専門性をもっと勉強してきた人たちにパッと話を聞いてパッと答えが返ってきたら、あのすごくも早い近道になったと思うんですよ。だからそれを、ま、学び取るまでに、あの僕は誰にも教わらずに一生懸命その動きとか考え方とか、あの考え方とか取り組み方を一生懸命自分なりに考えて努力はしてたけど、多分あれもっと近道かったはずなんですよ。で結局それをあの調べる術も当時はネットが充実してなかったので、まあ、今みんなのようにこう YouTube 見ながら 僕に質問してみたりとか、あの僕の話を聞いたりとかする機会 も当然なくて、あのもう内々で、うん、情報が完結しちゃうんですよ。めっちゃいい練習だ。お疲れ様です。楽しかったよあの見てても楽しそう、楽しそうでした。生き生きしてました。俺といるより生き生きしてました。そうでしょ、はい、シュートめっちゃ頑張った。腰が落ちますね。あ、そうですね。で大学になったら
怪我も多かったし、もうか今は改善したから問題ないんだけど、カックン病、まあ、あの今は抜け抜け病って言われてるらしいですけど、まあ、その抜け抜け病の解決方法は当時はもう全くなくて、慈恵医大のスポーツ外科、はい、スポーツ外科、スポーツ学科、からさじ投げられたレベルで分かんないっていう感じで、まあ、そんなストレートに言わなかったけど、もう明らかに分かんないって言われたから。で今その西山さんなんかあのすごい専門性のある人がネット上で調べれば出てくるような状況で、まあ、すごくみんないいなって羨ましいなと思うんだけど、もう当時は治す術がもう全くなかったから、まあ、最終的にそれがこう支えるのにすごくエネルギーがいりすぎて、体ねじ出して走ってたのか知らないけど腰痛めて、で新スプリントとかなったことない怪我とかにもなりまくって、まあ、最終的にはもうね、やめるきっかけにもなってしまったんだけど、あれも相談したり聞けたりする状況がもしあったら多分解決できたかもしれないし、仮にその状況をずっとあの抱えていたとしても、もし監督やコーチがその症状のことをよく理解していて、で今の現状をちゃんと把握して評価してくれてたら、まあ、精神的にはねもっと落ち着いてたと思う。まあ病んでたんだけど。お願いします。でさっきあの走ってて、普段どういう走りしてるか自分で自覚ある。そもそも詰まってると、そもそも重心を前に押すために必要なこの肩の柔軟性、肩甲骨の動き、可動域が取れてないことになるから、それをあの直さないといけないんだけど、先日あの高校生にあの技術だったり、まあ、指導をなさってましたけど、やっぱああいうのはどういう意図でやられたんですか。どういうところからああいう情報というか勉強なされたのかなというのを教えてください。まず僕があの学生に教えている意図についてなんですけど、あの僕が そもそも先生でもなければ、あのコーチ監督、ある意味あの、まあ、学生を教えるコーチ監督ではないんですよ。でそういう立場でもないし、だから関わり方がすごく難しいなとは思ってるけど、まあ、僕が抱えてきた過去のネガティブな経験や、あのうまくあのいかなかったこととかも含めて、一つでも多く伝えることができて、そのネガティブになったりとかうまくいかないっていう状況を解決改善したりとか、まあ、競技生活にとってなんか一つのプラスになるようなことを僕の中から教えたいなっていうのがまず一つあります。で最終的に自分が教えたことで、まず怪我をしてほしくないんですね。怪我をしてしまうと、自分の体と心がまず壊れてしまう。特に心が壊れるのが問題で、まあ、マラソンが嫌いになってしまうのも嫌だし、走ること自体はすごく好きでいてほしいなっていうのはもちろん思っているのと、あと何よりもその生活環境がある意味変わってしまう、ネガティブになってしまうと勉強がうまくいかなくなったりとか、友達関係もうまくいかなくなったりとか、親との関係性もうまくいかなくなる。でだからできるだけその自分がうまくいってる状況っていうのを繰り返していけるように、なんか一つのアドバイスできるようにできないかなっていうふうにはまず思ってるんですよ。ちなみに自分がそう巻き方だって自覚してるとあまりよく分かんないから。そうだよね、君は若干の巻き方です。であの巻き方かどうかをチェックするのに、まっすぐ立ってるときにバンザイがきれいにできる人は大体きれいに、きれいなね、綺麗なバンザイができる人は、ただ肩にそんなにエラーがないんだけど、みんな、できますね。で、僕は基本的にこういったあの技術とか経験とか知識っていうところはあのいくつかあるんですけど、まずトレーナーとして あの勉強もちゃんと、まあ、やってきていて、実際にあのトレーナーの学校にも行ってたんですよ。でリラクゼーションスクールとか、あのリラクゼーション の、まあ、そのサロンとかでも仕事していたから、国家資格とかではないからけど、一応そのボディケアとかっていうところも、ね、知識経験としては持ってて、あのフィジカルトレーニングで例えばウェイトの取り扱いとか、あとはまあなくても自重のトレーニングの方法論とかっていうのももちろん勉強もちゃんとしてきたし、あのちょっと今ねあの資格が失効してるんですけど、一応資格もちゃんと勉強して取ってきてるんですよ。得てきた、まあ、そのいわゆる表面的なテキスト的な知識と経験から基づく競技性を得てきた知識と合わせて、こうじゃないかって自分の中で解釈して、自分なりの形で皆さんにお伝えしているっていうのが現状なんですよ。で、やっぱりそうしていくと、あの怪我が減ったんですよ。前に進む、ランニングって基本的に重心を崩して前に進むあの競技だから、
こうやって足を上げたら本来だったらバランス崩して前に進まないといけないんだけど、今彼がこう押さえて前に進まないようにしてくれてるから、まあ、進まないんですよ。同じ力で押さえててね。で、僕が普段やってるイメージっていうのは骨盤から頭の先を伸ばすように意識してこれでバランス崩すんですよ。まあ、もちろん職業柄怪我できないっていうのは現実あるから、調子を悪くしたりとか怪我をするって基本的にアウトだから、まあ、怪我しにくくなったっていうのもあるし、何よりもその今までの経験の中と、あとトレーナーとして得てきた経験や知識の中から怪我をしない走り方とか考え方や使い方っていうところをやっぱり自分の中で実践してきた結果、怪我が現状少ないと。まあ確かに、ね、運動量が減ったっていうのも事実ある。学生の時700、800当たり前に踏んでたから、まあ、確かに運動量からするとまあ半分くらいになってるかもしれないけど、それでもやっぱり怪我をしてないっていうのはやっぱり一つ自分なりの工夫をちゃんと重ねてきてるからなんですよ。股関節の筋肉が伸びて縮むっていう働きがあって、それがバネになるから足を出すっていうエネルギーを使わなくても足が前に出るんだけど、いいなぁ、俺もそういうの受けてみたいなぁ。他の受けてみたい。はい、ね、でもどうやって受けられるんですか。東日本縦断ランニングセミナーに来てください。はい、僕今縦断中でございます。今ですと投げ銭で、参加することができます。で、投げ銭で参加できるということは1円でも構わないということです。学生諸君は自分の裁量に合わせて参加するということができるわけですよ。そしてですね、今団体や、企業法人、あとクラブとかスポーツクラブとか、ランニングクラブとかの団体からも僕が行ってるスケジュールの中で空いていたら連絡くれたらお伺いします。お伺いします。さらに投げ銭参加可能でございます。僕を呼んでも投げ銭で済むというこの状況下でぜひですね呼んでいただければと思います。ということでぜひですね、学校で、学校単位で習っていないなと思ったらですね、この動画を見ている君が先生に打診をして、僕を呼ぶようにしてみてください。僕はできるだけ力になりたいなとは思ってるんですが、通常お伺いするとですね、交通費もかかってしまうし、依頼料としても正直お金をいただいております。という状況下なので、この東日本縦断などこういったイージーな旅をしている最中であれば交通費かかりませんので、請求額もほとんどございません。皆さんがご する額をそのままパッと出していただいて、僕と一緒に練習しつつセミナーを受けて、しっかりとですね、知識をつけていただければ嬉しいなというふうに思っているので、どうぞよろしくお願いします。まあ、今日もね、ちょっとね離れちゃったけど、最終的に7人だったじゃないですか。で、まあ、先生からちょっと話聞いたけども、ね、怪我してるのが2名で残ってるの7名だったらもう走るしかないじゃないですか、そのメンバーで。で、最初にだから簡単にね離れちゃったけど、もうちょっと周りのみんなが支えてあげればもっとチーム力上がると思うし、で簡単に離れていいんだって思ってもダメだと思うし、そうするとどんどんチーム力が落ちてくるから、やっぱりそういうのを大事にして、怒るとか怒るとかそういうもんじゃなくて、まあ、チームのために支えようと思ってやってもらうともっとチーム力が上がってくると思うし、それぞれの自覚が芽生えてくると思うんですよ。でもっとやっぱり一人一人がチームの意識を高めて、一人一人が選手になって、一人一人が、まあ、代表になるんだと思って自覚して一生懸命やってれば、まあ、そういった層の薄さって多分埋まっていくし、人に頼って走るようなことがなくなってきて、まあ、自分がこのチームを良くするんだって多分一人一人自覚が芽生えてくると多分全国に行けると思うんですよ。どっか多分人任せにしてるから今日みたいにちょっと簡単に離れてみたりとか、やっぱり粘れなかったりとかするんだと思うんですよ。だから、まあ、自分こそチームの一員となって、まあ、そのやりきれるなと思ってもらったら多分簡単に離れないと思うし、もっと辛い練習も頑張れると思うし、もっと楽しいこと待ってると思うんで、まあ、ぜひ頑張ってやってくださいね。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。チャンネル登録はこちら。おすすめ動画はこちらです。また東日本